近くに何かあるかもしれない。崩れた入り口か。どかすのは無理だね。そうでもないけど。エドナの術なら試してみてくれ。やってあげてもいい。ニクリオがエドナお嬢様、どうか岩をどかしてくださいって頼むなら。おい、ふざけてる場合じゃ。手がかかるのよ、エドナお嬢様はね。根に持つな。ほら、早く言いなさい。エドナお嬢様、どうか未熟な巫母に代わって岩をどかしてくださいませませって。増えてるぞ。早くしないともっと増えるけど。エドナさん、意地悪はその辺にして。この岩をどかしてほしいんだ、エドナ。お願いします。すればいいのよ。俺もいつの間にか力を貸してもらうのを当たり前に思ってたかもしれない。そういう心のせいで汚れが広まるのを見てきたのにな。感謝を忘れちゃダメなんだよな。天族を祭るにも、仲間と旅をするにも。いいわ、私の巨海の腕をあなたに預ける。スレイに冗談は通じないよ。よし、未熟な巫母に代わって岩をどかしてみるか。それも言うのか。ほんと冗談通じない。すげえ威力。そう？なんだここ、倉庫みたいだ。倉庫なんだよ。近頃、貴族の間で流行ってる、これ、のね。エリクシール！偽物だ。けど、なんか体が熱く。偽エリクシールって、需要競争薬だから。しかも結構な依存性がある。一回売れば需要が保証される。悪質ね。そんなものが教会のお墨付きで売られているのですか？証明書はローランス教会の印が押された本物なのに、売上金はこの村に流れ込んでた。調べたお金の流れってそれか。ゴド人に本物の証明書をかける人物がいるとすれば。失踪した教皇様。村の資金源も説明がつくね。村長の汚れの理由も。共犯か、もしくは。村長が教皇か。貴様ら、どうやってここに。こいつ、まさか。見せよ。こいつ、まさか。村長か。治流レンガだ。無礼として一刀両断。指示電光を取るべ。生き物だ。一刀両断。水だぞ。見えるか。続けていくぞ。その剣自己流？結構やるじゃん。ニクリオと散々稽古したからな。やっぱり村長さんを捕まえに来たんだな。そんなことさせねえ。やめろ。一体何があったんだ。
あなたは、マシドラ教皇様。調べはついているのだな。なんで教皇様がこんなことを。聞きたいのはこっちだ。なぜ私が教皇などという、望んでもいない仕事をしなければならない？私が聖職に就いたのは、家族にささやかな加護を与えたかったから。ただそれだけだったのに。でも、あなたを慕っている人は大勢います。騎士団のセルゲイたちだって。わかっている。だからできることを必死でやった。自分を顧みず、皆のために何十年も。その結果、気がつけば、家を顧みない男と憎まれ、私の家族は跡形もなくなっていた。私は、一体何のために？ハイランドとの戦争には関わったの？戦争も国も民も、全部投げ出して逃げた。すべてがどうでもよくなったのだ。死ぬつもりでも両さまよい、動けなくなったところを彼らに救われた。ゴド人の皆は私に何も求めず、ただ家族のように接してくれた。それで村のために働こうと思われたのですね。偽エリクシールを売りさばいてまで。帝国も教会も知らん。卑怯者と言いたければ言うがいい。今の私は、家族のために生きている。家族のため。同情はするよ。けど、教皇を連れ戻さないと。碑文を読まなきゃ非力が得られないし、セルゲイたちも枢機卿に対抗できないよな。ですが、村長さんの人望と手腕がなかったら、加護のないゴド人はどうなってしまうか。わかるけど、同じことはペンドラゴにも言えるよ。そもそもこいつが逃げたのが原因。責任を果たさなくていいわけ。何か方法があるんじゃないか？碑文を読んでもらってゴド人に戻るとか。騎士団や教会があの状況では。この人を解放してくれるって思う？おぉ！くはっ！村長！村長さん！安心して、俺の用事はもう済んだよ。みんな、落ち着いてくれ。心配はいらない。この方は本物の同志だよ。同志よ。一つだけ分かってください。村の皆に罪はない。すべては私の。
は事情を知りたかっただけなんだ。だから帰るよ、このまま。いいかな？わかんないけど、スレイがこの人を信じたのはわかった。だから、いいよ。ロセさん、あるのかな、白でも黒でもないって。セルゲイさんたちもきっと理解してくれますわ。問題は枢機卿の領域にどうやって対抗するかだよ。それなんだけどさ、解読できないかな。自分の暗号か？自分で解く気？無茶じゃないだろ。人が考えたものだし、何より面白そうだ。そうだけど、せめてヒントくらい教えてもらわないと。どうしよう。こちらへおいでください。同志に四つの秘力あり、すなわち治水化風。祖は最下の剣種に対する剣なり。世界に試しの祠あり、同じく治水化風。祖は力と心の試練なり。力は心に発し、心は力を治める。心力合せば汚れを払い、心力におもるれば己神を壊さん。試せや同志、その意を奮いて。答えよ同志、その意をとして。気力の秘文暗記してたのか。すごい。全然意味わかんないけど。つまりだね、四つの力を得られる四つの場所がある。そこの試練に合格しろってことだね。了解。その場所を探せばいいんだね。いや、てかまさかここが。そう、ここが火の試練神殿イグレインです。入ってもいいかな。ってここまで勝手に入っちゃったけど。試練の神殿は死の危険を伴う場所とされます。それでも行くよ。秘密の神殿見てみたいし。お行きなさい、若き同志よ。ここはあなたのための場所です。